久保さん、今回ジャパネット高田ですね。はい。ジャパネット高田って毎日セールスしてるじゃないですか。僕なんかまだまだですよ。僕はジャパネット高田になりたいなってジャパネット高田って僕はあの、大学の時から見てたんですけど、大学のあるしあ、あの、居酒屋のバイトが終わって深夜ね、深夜帯にジャパネット高田が東海テレビってね、僕はあの、なんだ、岐阜の大学に行ってたので、 あの、東海テレビだったかなそこでね、ジャパテンだった方がまだ、えー、自社あ、あの、スタジオを借りてた時ですね。その、ダチョウクラブとかも出てたんですよ。で、あのー、なんだろうな。面白かったんですよね。すごくて、セールスしてるけど面白いんですよ。すごないですかうん。だから僕は、もう毎日セールスでもいいかな、という <laughs> 感じですよね。 もう、セールスはエンターテインメントに変えたっていうのが、僕はジャパネットだった社長がなんじゃないかなと。だって、セールスしているところをモノマネ芸人が出てくるみたいなね。なかなかないですよね。で、僕のマインドセットとしては、まあ、よくセールスすると、まあ、お金がないですっていう断り文句が非常に多いんですよね。まあ、これはもう、あのー、多分一生あるでしょうね。お金がないですっていう。で僕のマインドセットとしては、 じゃあお金がないんで、お金がなくても、絶対コンビニで何か買ってるだろうとかね、まあか。缶ジュース買ってるだろうとかね。まあ、もっと極論言うと、食料品買ってるだろうと。で、じゃあ食料品を、まあ1週間分1万円としましょうか。高いのか安いのかわかんないですけど、じゃあ1週間、まあ、5000円でもいいでしょう。でも5000円を払ってるわけですよ。じゃあその,の5000円の中のね、100円削ったとしても、死ななくないですか。どうですか。 4000円の食費があっても、100円削っても、300円削っても死なないんですよ。死なないですよね。だから要は、お金がなくても絶対どっかで落としてるんですよね。絶対です。まあ食料品なんか絶対落としてるわ,わけなんですよ。自給自足、完全なる自給自足の人多分ほぼいないので、何かしら買ってるはずなんですよね。だつまりどっかにお金を落としてると、お金がないって言いながら。だから僕は、いや、そこに食料品4000円払うんだったら、 そこに払っても、まあ、生存はできるけれども、お金は増えないわけじゃないですか。いや、だったら僕のコンテンツ390円の買えとかね。<laughs> どっちの方が、うん、今後の未来につながるのかっていうマインドセットがあるんですよね。缶ジュースいくら買っても収入は上がらないよと。いや、だったら缶ジュース3本買うんだったら僕の商品買えるみたいな。だからもう僕はいろんな価格帯で商品売るんですけども、そういうマインドセットが僕の中にありますね。うん。だから、 100円でも、1円でもどうこっちに落としてもらうかっていうね。でもどっかで落としてるわけなんで。だそのマインドセットがあるとすごくいいんじゃないですかね。うーん。お金がないって言っときながら絶対どっかでお金落としてますからね。お金あるんで。うん。ただそのお金がある、うん。キャパシティは人それぞれ違います。ただし、まあ100円、200円、300円とかね、1000円ぐらいだったら、まあ あの別に削ったところで何の体制に影響もないじゃないですか。そんなに。うん。なんで、それをこっちにシフトする。だからそれを僕は意識して、いろんな安い商品、フロント商品もね、いっぱい出して売ってますけど。うんだ先月なんか311円ですかね。3.11で311円っていう商品を売って、80人ぐらい買いましたね。80人ぐらい買いましたけど。で、もう一つちょっと裏側を言うならば、その、 311円で売った商品って、僕が5年前とか4年前に作った商品なんですよね。何が言いたいかっていうと、デジタルコンテンツは腐らないってことですね。<laughs> これもね、すごくね、いいっすよね。5年前に作ったコンテンツでも売れるっていうね。だから僕、10年前に作ったコンテンツも売れる自信あるし、まあ、いまだにその、なんだ、5年前に出版した本も売れてるので、うん、なんかこの前、鹿児島合宿来た人は、吉野さん、 サインくださいっつってね、本持ってきたんですけど、Amazon で4000円で買いましたっつってね。いまだに売れてますからね、本。で、サイン、久しぶりにサイン書いたんですけど。うん、だから情報ビジネスっていうのはやっぱ腐らないので、なんかその、例えば、これ何年前ですかね、松下幸之助さんって何年前に生きてた人ですかね。これずっと売れてるじゃないですか。永遠のベストセラーみたいな。永遠に情報が語り継がれるっていうね。 この道を開く万部すすごくないですか <laughs> ずっと売れ続けてるってすごいですよね。これ何年松下幸之助さんいつ死んだねんっていう話じゃないですか。死んでも売れ続けるってすごいないですか情報。だから腐らないんですよね。うん。だからもちろんその端的なノウハウで、えー、例えば、うーん、なんだ。あの、最近、最近ってかもう、もう落ちましたけど、あのト、トークのやつなんだっけ トークアプリ。なんだっけな。あの、音声アプリにありましたよね。なんでしたっけなんか流行ったやつあるじゃないですか。あ、クラブハウスだ。クラブハウス一時バーンだって、今クラブハウスまた聞かないと思うんですけど、どうですかね。だから例えばクラブハウスで稼ぐ方法とかね、ミクシーで稼ぐ方法とかね、その単発的な部分は、 多分、あの、中長期売ることは難しいですよ。今、ミクシーで稼ぐ方法はなかなか売れないと思います。ああ、でも売ろうと思えば売れるか。あ、あの、やり方によっちゃ。実は、今、ミクシーには、ミクシーの今、事業者って200万人はいると思うんですよね。十分じゃないですか。でも、ミクシーってもう、日の目浴びてないですよね。だから、そこで、実は穴場です、みたいな。 2019年のデータによると、まだ利用してる人いますね。うん。多分100万人ぐらいいるんじゃないですか、ミクシー。どうなんだろうな。ミクシー、ミクシィ終了してんのかないや、ミクシー。ミクシィまだやってますよね。ログインまでできたの。 ミクシーの、まあ、データ、データ出てこねえな、ミクシー。ツイッターでした、LINE。ミクシーねミクシー出てこないですね。ミクシー出てこないなミクシー出てこないじゃないですか、すぐ。 いや、ミクシー出てこないですね。<laughs> ミクシー出てこないね、利用者 <laughs>、うん。まあまあ、数はね、昔ほどはいないと思いますけど、いまだにまだやってる人いると思うんで、うん。まあだから、穴場ですみたいな見せ方だったら売れるかもしれないですね、うん。誰も見放したミクシーでこっそり稼いでる方法とかね。 もうライバル不在、ブルーオーシャンになりました、みたいなね <laughs>。マジか、みたいなね <laughs>。こっそり稼いでるみたいな、ミクシーで、実は <laughs>。実はミクシーでこっそり稼いでました、みたいな。うん。だから、レッドオーシャンの市場でビジネスするのか、ブルーオーシャンでやるのか、あなたはどっちですかと。実は、廃れた媒体に、あの、宝落ちてるんですよ、みたいなね <laughs>。切り口だったら売れるでしょうね。うん。そう。 ということで、まあ毎日セールスしろということでございます。はい。いってらっしゃい。